今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は1万2813人で過去最多となりました感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の1万2813人です39日連続で前の週の同じ曜日を上回りました1日の感染者数は先週土曜日の1万1227人を超えて過去最多となりました 直近7日間の一日当たりの平均は9675人で前の週と比べて250.7パーセントとなっています年代別では20代が3126人で最も多く次いで30代が2257人です65歳以上の高齢者は928人でした少なくとも5938人はワクチンを2回接種していて 3261人は一度も接種していないということです重症患者の数は前の日から2人増えて14人でした新型コロナ患者用の病床の使用率ですが昨日から3.1ポイント上がって39.8%となりました死亡した人の発表はありませんでした